からは ABC 交通情報です。ジャティックの大塚光子さん、お願いします。はい、こんにちは。西から東に向かう車が増えてきました。中国道の東行き、大阪への上りが宝塚西トンネルで4キロの渋滞。第二神明道路の東行きは集中工事の影響もあっての渋滞です。車線規制区間は随分短くなりまして、現在明石サービスエリアと伊川谷の間およそ3キロの追い越し車線規制、渋滞は2キロです。なお多摩津入り口は東西両方向とも利用できません。姫路バイパスや加古川バイパス、山陽道はおおむねスムーズ。阪神高速神戸線も渋滞はありません。神戸三宮の国道2号線では東行きが中取手筋で1キロの渋滞です。そして大阪吹田の万博記念公園に先日オープンした大型商業施設の駐車場、現在駐車率は 100% となっていますので、この後お帰りの車で大阪中央環状線や万博外周道路が混みそうです。高速吹田センターからお伝えしました。大塚さん、こんにちは。はい、こんにちは。あのメッセージいただいておりまして、ありがとうございます。旧姓に戻ったカトレヤさんでございますけれども、大塚さんのファンですと。ありがとうございます。思うに、あの、はい、嘘をつかぬ物言いと自由な性格は B 型ではないでしょうか。ほうほう、よく言われるんですけど、はあ、O なんですよ。 O 型、熱しやすく冷めやすい O 型。ねえ、ね、なお、はい、少し歪んだ性格のスターさんは AB 型でしょって書いてある。スターさん何型ですか。私はあの A 型でございますね。結構几帳面で、こう見えても几帳面だと思います。はい、きちんとされてて、あの私の王とは全然違うと思います。まあただね、はい、この要血液型血液型言いますけれども、育ってきた環境なんですよ最終的には。それもね、ありますね。ねえ、うん、それは A と O はさ、よう合う言うんですよ、ね、言いますよね。ねえ、うん、これまた忘年会せなあかんよこれ。本当ですね。前からねずっと言うてますから、はい、いつでもお呼びください。そうですか、お声掛けしたら来ていただけますか。はい、もちろんでございます。もうみんなでうわーっとドーン行きますか。ドーンと行きましょう。缶ビール持って行きますのでねえ、はい、もう寒い季節、あ、缶ビールは持参で来てくれはるんですか。行きます。もう寒い時期ね、急に寒くなってきましたんでね、お鍋がねちょっと恋しいし、ねえ、今日もリクエストもいただいておりますので、はい、ご準備の方はよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。それではミュージックスタート。この季節になると思い出す会いたい人、あなたにはいますか。出かけた先の人混みでつい探してしまう心に残るあの人、そんな人を思いながら聞いてください。冬が来る前に、紙風船です。大塚さんは王やね。そんな感じがいたしました。さあ、リクエストいただいておりました。ラジオネーム栗猫さん、ありがとうございます。携帯ラジオをポッケに入れて動き回っておりますと、ラジオに合わせて一緒に歌いながら、拭き掃除ええもんですねということで、新年を迎える前に大掃除ということでございますけれどもね、リクエストをいただいたのは紙風船、冬が来る前に、この時期の名曲でございます。